また今日は南九州市で平和を願うスピーチコンテストが行われました。太平洋戦争末期、多くの若者が特攻隊として飛び立った南九州市知覧。ここで平和の大切さや命の尊さを考えようと、終戦の日に合わせて毎年実施されているのが、平和へのメッセージ from 知覧スピーチコンテストです。今日は全国から集まった2150点の作品の中から、審査を通過した9人が平和へのメッセージを訴えました。私自身、将来教師になりたいという夢を持ち努力している。もしその夢を諦めろと言われたら、悔しくて涙が止まらないと断言ができる。戦争は未来を、幸せを、日常を、何もかも奪っていったのだ。東京都の女子高校生は、留学先のカナダでウクライナから避難していた女の子と出会ったことで、戦争を身近に感じたといいます。戦争と混沌は実際に起こっていることであり、見えにくいだけで少なからず私たちの生活に影響しているのだ。そして戦争のない平和が叶わず、起こっている戦争に我がことのように目を向け捉え続けるべきだと私は思う。終戦から78年、当時の人たちが抱いたであろう平和への思いは、平和への願いは、今の若者にもしっかりと受け継がれているようでした。